はい、皆さんこんにちは。娘のエリンです。今日はですね、よく最近質問をいただく、高校留学にはパソコン、それとも iPad、 どちらを持っていったらいいのということをですね、私の経験談をもとにお話しさせていただこうかなと思います。まずですね、結論から言うと、パソコンは、マストなものになります。これなぜかって言いますと、いくつか理由っていうのはあるんですけど、まずですね、大きな理由としては、とりあえずエッセイだったり、あとパワーポイントを作ったり、課題を提出したり、課題のチェックをしたりですね、いろんなことがもうパソコン上で行われます。なのでパソコンがないと、もう高校留学は難しいと言ってもいいぐらいですね、ほとんどの人が、持っているものになります。これはですね、毎日のようにパソコンを使うかっていうと、そうではない時もあるんですけど、先生からですね、排出物をもらった時に、それに書き加えて、答えるという場合もあるので、完全に、ずっと毎日いるというわけではないんですけど、家に帰って課題をするとか、先生にですね、質問をする、何でも今パソコンで行われている感じになります。なのでですね、パソコンは第1にいるかなというのが私の率直な意見です。パソコンといっても Mac だったり Apple 製品、あとは Samsung とか Android とか Microsoft、 いろんな機種があるけど、どれを選べばいいのっていうお話です。これはですね、正直どの会社のでも OK です。自分が使いやすいもの、そして使い慣れているものをですね、持っていくのがベストかなと思います。私はですね、今は廃盤になって、アップルからはですね、売られていないものになるんですけど、MacBook を使っています。こちらはですね、留学パパから、留学2年目の時にですね、借りたもので、今も大事に使わせていただいております。そしてですね、学校の中の割合でどれくらい MacBook がいるのか、そしてどれくらいの人が、違うマイクロソフトだったりとかの、機種なのかっていうと、私の学校の場合は、60% ぐらいが MacBook や MacBook Air、Apple 製品のものを使っている人が多いという印象があります。これはですね、本当に学校によって違ったりとか、もう人それぞれなので、一概に言えないんですけど、私の学校はですね、MacBook Air を使っている人がよく見ます。そしてですね、学校で貸し出しが、されるパソコン類もあるんですけど、それらは DLL、デルって言ってですね、アメリカの会社の、ラップトップですかね、そちらのパソコンを、学校の図書館で借りれるようになってます。学校によってはですね、Apple 製品借りれるよとか、一人一台パソコンが渡されるよという学校もあるらしいんですけど、私の地域ではあまり聞いたことがないので、個人的にですね、自分で持参するという形が多いかなと思います。そして、なぜ Apple 製品を私が使っているかっていうと、多くの先生が、使っているので、使い方は先生も分かっていたり、友達も分かっていたりして、私は困っていたら助けを求められるし、友達は困っていたら私も助けを、差し伸べてあげられるという理由でですね、MacBook すごく便利だなと愛用させてもらっています。パソコンを日本で買うか、現地、カナダ、アメリカで買うかということについてです。これはですね、私は MacBook 自体は日本で購入したものを持って来ています。なぜ日本で買ったものを持ってきているかっていうと、日本語を使うときがあるんですね。やっぱり検索をしたりとかするときに、日本語の変換がすぐできるようになっているので、海外で買う、パソコンに比べるとですね、使い勝手がいいというのが一番の特徴になります。別にですね、値段もそこまで変わったりしないので、海外で購入するというのもありかなと思います。最初にですね、様子を見てから買うっていうのもありだと思います。あとはですね、海外での購入が心配だなという方は、ぜひ、ご両親とですね、日本で買っていくのがいいかなと思います。そして次はですね、 iPad に関してなんですけど、これについては絶対にいるとも言い切れないし、絶対にいらないとも言い切れないのが、本音です。なぜかっていうと、私はですね、iPad Air 4、を持っているんですけど、こちらはカナダで購入しました。どんな時に使うかっていうと、私の場合はですね、数学と理科、すごくですね、文字をたくさん書いて暗記だったりとか、あとは計算式をダーッと書くというですね、カーキュラスのクラスを取っているので、このノートに書いていると、もう紙をもう
すぐ使い切っちゃう、そしてもうバサバサですね、持ち歩かなきゃいけないということがですね、最初の方起こったので、もうこれは iPad でやろうということをですね決めて使っています。それ以外の用途にもですね、私はサムネ作ったりとか、あとは動画を編集したりとか、好きな、画像の、まあ、デザインをですね、作ったりとかですね、いろんなことを、iPad 上でしています。まあ、Wi-Fi がある中で使える、iPad を購入しました。で、値段の方なんですけど、気持ち円高だったので、カナダドルの安かった気もするんですけど、まあ、円安、円高によっていろいろ変わるのかなと思います。なので、随時皆さんチェックしてみてください。で、学校の中に生徒がどれくらい iPad を持っているのかっていうと、私の学校は、2割か1割ぐらいの人だけかなと思います。1割もいるのかわからないんですけど、基本絵を描くのが好きっていう子が持っているイメージが多いです。なかなか iPad でノートを取るとか、あとは iPad で、何か勉強するというのはあんまり見ないかなと思います。iPad を持っている人で、逆にパソコンを持っていないという子もいました。iPad にですね、キーボードを Bluetooth でつなげられるですね、やつを購入して、パソコン代わりに使っているという子もいます。なので、まあ、どちらかがあれば、1年目とかは、2年目とかは大丈夫かなと思います。私の場合もですね、1年目、2年目の途中までは、iPad を持たずにですね、高校留学生活を送っていたので、全く問題なくっていました。で、高校留学の2年目の途中からですね、iPad があった方がデザインとかしやすいんじゃないかなということで。ですね、ワードとかパワーポイントとかの話なんですけど、これは学校によります。どういうことかっていうと、私の学校はですね、マイクロソフトのアカウントを学校側からですね、配布されていて、自由にですね、ワードだったりパワーポイント、そしてエクセルっていうのをですね、無料で使うことができます。なのでですね、iPad とか、そのパソコンとかスマホにですね、すべてワードとかを入れ、アプリを入れてですね、どの場所でも、どの端末でもログインできるように、しています。で、もし学校側からのその配布とか、そういうのがなかった場合は、Google ドキュメントを使うことも、いいかなと思います。Google ドキュメントですね。あと Google スライド、Google スプレッドシートみたいな感じでですね、あるんですけど、それを使うとですね、Google のアカウントに入れば、どこの場所にいても、どの端末でもログインすることができるので、すごく便利だなと思います。はい、ということでですね、こんな感じでざっくりと、どんな感じに iPad をパソコン使うのか、そしてどちらが必要なのかということについてですね、お話しさせていただきました。本当にですね、個人的な意見となるんですけど、iPad か、まあ、ラップトップ、パソコンをどちらかだけ一つだけを持っていたら問題なく、生活できると思います。なのでですね、皆さんご両親の方だったり、あとは自分の判断でですね、一つ持っていくというのをお勧めしたいなと思います。